北朝鮮の太陽節、故、キム・イルソンの誕生日、4月15日、が終わりました。この日こそ、北朝鮮6回目の核実験が実行される蓋然性が最も高いと報じられてきた日であり、仮に核実験が実行されれば、相当な確率で、米軍の先制攻撃につながる、日本にもミサイルが着弾する、そんな可能性を否定できない一日だったのです。どうして、核実験が、米軍の先制攻撃につながるかといえば、いよいよ、北朝鮮の大陸間弾道ミサイル ICBM の能力が向上し、米国本土が射程に入ってきたからです。昨日の軍事パレードにも、米国が最も恐れる新型 ICBM、キャニスターに収められた固体燃料式が、これ、見よがしに登場、世界が目を見張りました。日本への弾道ミサイルも、これまでは、自衛隊の保有するイージス艦による上層での迎撃と地対空誘導弾ペトリオットによる迎撃で対処するとされてきましたが、先月6日に実行された弾道ミサイル4発同時発射は、新たな段階の脅威であることを明確に示す。安倍総理と対処が困難であることを示唆しました。つまり、この1ヶ月半の間に北朝鮮をめぐる軍事情勢は、2つの意味で、新しいステージに移ったと言えるのです。一つは、北朝鮮が、米国本土防衛のレッドラインを踏み越えつつあること、もう一つは、日本への弾道ミサイル着弾を阻止することが限りなく困難となりつつあること。北朝鮮は一線を越えつつあるのです。だからこそ、4月15日という X デーを乗り越えたと安心してはいけません。昨年を振り返れば、4月25日の朝鮮人民軍創建日を挟んで、23日と28日にも弾道ミサイルが発射されています。少なくても、4月いっぱいは、最高度の体制で臨まねばならないし、新たな段階の脅威を取り除くまで、戦いは続くのです。最後に、国会に目を向ければ、与党も野党も危機感ゼロ。安倍総理への揚げ足取りやレッテル貼り、そして、審議拒否に終始する無責任野党は言うまでもなく、与党もだらしないのです。敵基地攻撃能力の議論も低調、弾道ミサイルの着弾を想定した避難訓練も、先月、試験的に行われたのみ、どうしようもありません。日米同盟の基盤である、平和安全法制と安倍トランプの信頼関係なくして、日本をどう守っていくのか。明日からの国会論戦では、まるで、北朝鮮の工作員としか思えないような言動に終始する無責任野党の欺瞞を徹底して暴いていくとともに、55年体制を引きずる与党にも、改めての覚悟を求めていく所存です。っていうかそのものじゃん。まるでは不要。朝鮮の工作員。開戦すれば、敵国の工作員であるので、即拘束、処刑やで。そやから、最近元気がないやろ。野党の支持率が超低空飛行。国民もわかっている？北朝鮮の工作員だから、共謀罪に反対しているのだ。空テロ等準備罪にイチャモンつけてるからな。自分たちが逮捕されないようにするため？まるではいらないのと、中国、韓国も抜けてる。あと、言いにくいけど、ご本人も野党なんですけど、韓国みたいに左に傾いて滅びるのは嫌だしね。日本の足を引っ張るのが仕事だからな。辻元清美と有田芳生はまるでではないけどな。そのものに見える。秘書に訴えられた議員先生が何を言っても説得力がないですよ。結局秘書は残業代もらえなかったけどね。大体、秘書は労働基準法で管理職と一緒の扱い。残業代 OK になったら全国の秘書が残業代請求しちゃうよ。タコ足配線は危ないし盗聴器が仕掛けてあるかもしれません。いつ日本国籍を取得したかも明らかにできないのが当主やってるんだもの。極左と言いなさい極左と。そうすれば、奴らは何も言えなくなる。左翼やリベラルを自称してて実質は極左だからな。北朝鮮系生コンの辻元批判はやめなさい。
安倍総理と対処が困難であることを示唆しました。つまり、この1ヶ月半の間に北朝鮮をめぐる軍事情勢は、2つの意味で新しいステージに移ったと言えるのです。一つは、北朝鮮が米国本土防衛のレッドラインを踏み越えつつあること、もう一つは、日本への弾道ミサイル着弾を阻止することが限りなく困難となりつつあること。北朝鮮は一線を越えつつあるのです。だからこそ、4月15日という X デーを乗り越えたと安心してはいけません。昨年を振り返れば、4月25日の朝鮮人民軍創建日を挟んで、23日と28日にも弾道ミサイルが発射されています。少なくても、4月いっぱいは、最高度の体制で臨まねばならないし、新たな段階の脅威を取り除くまで、戦いは続くのです。最後に、国会に目を向ければ、与党も野党も危機感ゼロ。安倍総理への揚げ足取りやレッテル貼り、そして、審議拒否に終始する無責任野党は言うまでもなく、与党もだらしないのです。敵基地攻撃能力の議論も低調、弾道ミサイルの着弾を想定した避難訓練も、先月、試験的に行われたのみ、どうしようもありません。日米同盟の基盤である、平和安全法制と安倍トランプの信頼関係なくして、日本をどう守って実験が、米軍の先制攻撃につながるかといえば、いよいよ、北朝鮮の大陸間弾道ミサイル ICBM の能力が向上し、米国本土が射程に入ってきたからです。昨日の軍事パレードにも、米国が最も恐れる新型 ICBM、キャニスターに収められた固体燃料式が、これ、見よがしに登場、世界が目を見張りました。日本への弾道ミサイルも、これまでは、自衛隊の保有するイージス艦による上層での迎撃と地対空誘導弾ペトリオットによる迎撃で対処するとされてきましたが、先月6日に実行された弾道ミサイル4発同時発射は、新たな段階の脅威であることを明確に示す。北朝鮮の太陽節、故キム・イルソンの誕生日、4月15日が終わりました。この日こそ、北朝鮮6回目の核実験が実行される蓋然性が最も高いと報じられてきた日であり、仮に核実験が実行されれば、相当な確率で、米軍の先制攻撃につながる、日本にもミサイルが着弾する、そんな可能性を否定できない一日だったのです。どうして、核くのか。明日からの国会論戦では、まるで、北朝鮮の工作員としか思えないような言動に終始する無責任野党の欺瞞を徹底して暴いていくとともに、55年体制を引きずる与党にも、改めての覚悟を求めていく所存です。っていうかそのものじゃん。まるでは不要。朝鮮の工作員。開戦すれば、敵国の工作員であるので、即拘束、処刑やで。そやから、最近元気がないエロ。野党の支持率が超低空飛行。国民もわかっている？北朝鮮の工作員だ。